クルリンパがいつもこういう風になってしまう方、ここから爆速で可愛くします。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はいつもクルリンパがこういう風になってしまう方の対処方法についてご紹介します。以前の動画ではね、このクルリンパ難しいんで違うクルリンパやった方が可愛いですよっていう動画をちょっとやらせていただきました。今回はね、こういうちょっとクルリンパになってしまったけどもう戻すのがめんどくさいっていう方に関して、この状態から可愛くする方法になります。で、今回使うのはこのクリップだったりとか、あとバレッタとかで大丈夫ですので、こういうものヘアアクセを使って可愛くしていきます。なのでね、いつもクルリンパやってちょっとねこういう風になってしまう、で今回もう直す時間ないっていう時にパパッとする方法になりますので、ぜひねこの方法覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。はい、ということで始めていきます。多分こういう風にねもう割れてしまって、もうこれまた外してまとめ直してっていうのが大変だと思うので、基本的にこの時のバランスが悪いのっていうのはやっぱりね、ここの割れだったりとか、あとは横向いた時のここがペタンとなってる、これが瞬時に改善できたら結構バランス良くなります。なのでやることっていうのはすごく単純で、ここの割れの部分をこうつまんでまずなくしていきます。こうご自身でやるときとかはね、ここの割れてるところをこう触っていただいて、あ、ここだなっていうので、こう真ん中に髪の毛を寄せるだけです。こういうふうに、で若干この外側から少しずつこう寄せていって、でなんかこうぐちゃ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 やってると、ちょっとこの辺がねルーズ感が出てきます。でここで、まあ、一番この割れやすい部分、まあ、この辺りですね、ここからここをこういうね、まあ、クリップだったりとか、あとバレッタみたいなものでしっかりと留めちゃいます。まあ、クルリンパしてるちょっと上の部分の方がいいかなと思うので、あんまり上すぎるとね、バランスが良くないので、クルリンパの少し上あたりぐらいでまとめます。こうするともうこれだけで、少しですけどここもね丸みがさっきよりも出て、これが割れが隠れてるかなと思います。これだけでもいいですし、あとはね、まあ、この部分だったりとか結構しっかりと止まってらっしゃる方もいらっしゃると思うので、少しだけルーズにね引き出してあげたり、まあ余裕がある方に関してはね、ここの部分ももうこれがついちゃってるので崩れないので、若干こう丸みを持たせるようにふっくらさせてあげる。もうそうするだけでね、もう瞬時にさっきのクルリンパよりもめちゃくちゃ可愛くまとまってるかなと思います。あとはね、こうパサつきだったりとかバランスを整えたら完成になります。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。もうこういうねヘアアクセ1個あるだけで、ちょっとしたねこの、まあ、ヘアアレンジの崩れだったりとかまとまりだったりとかが結構ね可愛くすぐに変身できます。なので、まあ、今回クルリンパでちょっとご紹介させていただいたんですけど、まあ、ポイントとしてはね、この割れの部分をまず隠してあげて、で、その時に、この横の部分、やっぱり横に結構溜まりやすかったりもしてるので、それを真ん中に持ってくることによって少しルーズ感が出ます。で、しっかりとまとめることによって、この辺の部分だったりとかのね、たるみもちょっと引き締まって、で、まあ、うまくいけばこうやってゴムも隠れたりもするので、で最終的にねこの辺の部分の丸みだったりとかも出てきて、バランスよく仕上がるかなと思いますので、いつもねこのクルリンパアレンジやるっていう方に関しては、このね、まあ対処方法だったりとか、まあテクニックを覚えておくと使えるかなと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。